油ヤシは、ヤシカ油ヤシ属に分類される植物の総称。アンゴラやガンビア周辺の西アフリカを原産とするギニア油ヤシと、中南米の熱帯域原産のアメリカ油ヤシの2種が知られる。ギニア油ヤシは古くから中部アフリカの熱帯雨林地帯で広く栽培されており、単に油ヤシといえば、この種を指すことが多い。 アメリカ油ヤシはコロゾ族にも分類されることがある。中南米熱帯域では、ヤシカ植物の多様性は高いもののアフリカ大陸や、東南アジアと異なって、ヤシカ植物の栽培利用文化が発達しなかった。しかし、アメリカ油ヤシは、中南米熱帯域で、例外的に利用文化が発達した植物である。なりは単一の幹からなり、高さ20メートルに達する。 葉は、鵜状で、長さ3から5メートルほどのものが、年間に、若木では、約30枚、樹齢10年以上の木では、約20枚が新しく生える。花は3枚の花びらと3枚の学編からできており、ここは、小さいが密集した集団を形成する。受粉してから果実が成熟するまでは、約6ヶ月かかる。果実は、鶏卵大で集団を成し、 油分の多い多肉質の果肉と同じく油分に富んだ一つの種子から構成され、重さは一房あたり40から5 0ラムほどになる。果肉と種子から油種が取れ、商業作物としてインドネシア及びマレーシアを中心に大規模な栽培が行われている。栽培品種の中にはギニア油やしとアメリカ油やしの交配品種もある。マレーシアのギニア油やし油やしの幹と果実。 油ヤシは果実から得られる油脂を目的として栽培が行われている。単位面積当たり得られる油脂の量は植物中屈指である。今日産業的に大規模栽培された油ヤシから収穫された果実は石鹸や食用植物油の生産に使われている。果実のうちの果肉からはパーム油が、また中心部の種子からはパーム角油が得られる。 パーム油とパーム核油の品質は異なっており、パーム油は調理用、パーム核油は加工食品用としての用途が多い。また、油やしの油はバイオディーゼル燃料としての利用も考えられている。換金性の高い油やしはコプラ原料となったココヤシを駆逐して、急速にその栽培面積を増加させつつあり、パーム油の世界生産量は植物油中1位である。 近代以前の伝統的な栽培地帯である熱帯アフリカの森林地帯では果肉から得られるカロテノイドを多く含む赤色のパーム油が古くから食文化に不可欠の食用油として利用されてきた。こうした伝統文化においては収穫した果実を数時間煮込み、この果肉を水と共に粉砕、攪拌すると浮かび上がる脂肪を含んだ泡を集める。 この泡を鍋に集めて加熱すると、水分が蒸発し、タンパク質などの不純物が沈殿して生成した、油が得られる。採油後に残った種子の中身はそのまま、ナッツとして食用にされ、また、加水を切って、糖液を採取し、発酵させて、ヤシシを作るのにも利用された。パーム油はブラジルでは、アゼエチジデンであるいはターンに、デンデと呼ばれ、 ブラジル北東部などのアフリカの料理の影響を受けた伝統料理には欠かせない。ギニア油屋市は1900年代初頭にスマトラ島とマレー半島に持ち込まれ、現在でも広大なプランテーションが多く存在している。特にマレーシア全体で油屋市のプランテーションは約2万平方キロメートルに達し、1995年には世界の生産量の51%を占めた。 一方、プランテーションの拡大は、天然の熱帯油林を焼き払って進められたため、著しい環境破壊を招き、この地域での主要な環境問題となっていると同時に、主要な基幹産業となっている。油やしの果実の絞りカスは、繊維の強度が高いため、これを用いて紙を作ることが中国などで実用化されつつある。1ヘクタールあたり平均2.8トンの油脂が得られる。 これは、大豆の約7倍に相当する。リチャードストーン、キャンパームオイルプランテシャンズカムクリーン、サイエンス317-1491ドイ10.1126サイエンス317.5844-1491森林保護の観点から、油やしではなく、油やしと同じ野シ化の植物ではあるが、黒ツグ族である。 佐藤屋氏を活用する動きも見られる。マリアンヌラベル、バイオ燃料生産と森林保護を両立2011年6月23日、ナショナルジオグラフィック。ありがとうございます。